ランチェスカです。タツさんです。さあ、今回は私の髪の毛をいじっていきたいと思います。切ります。切らない、切らない。このチャンネルではあまりしたことがないというか、ほぼセルフでは初かなというブリーチをしていきたいと思います。はい。もう結構ね、茶色なんやけど、めっちゃ金に近いというか、かなり明るい色ではあるんですけど、うん、なんかこの中のとことかがね、こうムラになってるというか、もともとグラデーションをしてたのを伸ばしたり、リタッチしたりっていうことを繰り返してきたので、結構暗い部分もあるんですよね。で、派手な色を入れたりして遊びたいんですけど、なんか微妙な感じにしか入らんから、うん、いっそね、ブリーチを一回したいなと思っていたんですけど、なんかやっぱ市販のブリーチを自分でするのと美容院に行ってちゃんとしてもらうんだったら全然その薬剤自体がもうブリーチ剤自体が違うからかなり髪の毛はセルフだと痛むよとご指摘をいただいたんですけども、ある種賭けなんですけども、今日はセルフでブリーチをしていきたいと思います。でもしボロボロになったら、ブリーチしたらボロボロになったので髪を切ってみたっていうタイトルで動画を上げます。そういうことですね。はい、怖いですね。今回はこちらを買ってきました。じゃじゃーん。ブリーチ剤です。なんフレッシュライト。フレッシュライト好きやな。フレッシュライトのメガメガブリーチを2箱買ってきました。まあ、ブリーチをするって言ったけど、まあ、前頭をするわけじゃなくて、頭の先から髪の先までするわけではなくて、うん、まあ、ちょっとね、下の方を。下の方と、ちゃんとあれカウンセリングを予約してって言ったのに、いきなりそのやれんよってお客さん飛び入りで来られましても、いい感じにしてください。一番めんどいやつ。でも多分ね、2箱やから足りんかもなーって思いつつなんですが、まあ元々がね、変な色合いの髪の毛なので全部同じ統一な色にはなると思っていないので、まあ、うん、これが全体的に明るくなったら色が暗いところを明るくできたらいいかなって、うん、そんな感じで思っております。ではよろしくお願いします。はい、お願いします。です。ありがとうございます。まあ。見えんけどいい感じな気がする。あ、下の方は結構明るくなりそうな感じです。おお、塗りたてほやほや。塗りたてほやほやです。こう明るくなる気が。ワクワク。します。ワクワク。ありがとうございます。10分経過。下の方がこんな感じ。色変わった？あ、結構明るくなってるんかな。ほんま？髪ちぎれてないですか？あ、ちぎれとうな。あ、でもどうなん、なんかよくわからんな。でも明るくなってる気もする。あんま変わらんかな。
では流してきてください。はい、行ってきます。はい、お風呂に入って洗い流してきました。どうですか？いいと思います。じゃあお披露目しますよ。せーの、どやー。なんか長さ違う。あれ、これあのバリカンで剃った時の後遺症か。いやでもちゃんと揃えたから終わったやん。確かに。どうですか？もうなんか不思議な色になったな。不思議な色っていうか、なんだろう、ブリーチした色、なんか白金、若干ピンク混じりみたいな。パッと何色って言われたら金髪？金髪、ほらブリーチしたけんね。いやでもブリーチしても茶髪っぽくなる人もおるやん、ここに。明るくなった気がするけども、なんかもう麻痺してよくわからんねんな、正直。でももともと金髪っぽかったところ、さらにこう白金みたいになって、うん、全体的に茶色だったところがちょっとピンクゴールドみたいな感じになったと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。痛み具合はすごい目に見えて痛んだかって言われてそうでもないと思うよ。いやでもね、正直ね、あ、でもシャンプーはシャンプーはキシキシになります。うん、めっちゃキシキシだった。それはもうしょうがない、絶対1回目はなる。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ということで、今回は、違います。それ私の好きなやつです。間違えました。違います。駅作れや。箱開けろや。では、よろしくお願いします。お客さん、終電ですよ。終電な、乗り過ごし。